クラブマーキュリー通販サイトすずりコラボアーティスト紹介第11弾。今回はゆうだみやこさんです。お願いします。絵を描いたりとかっていうイメージそんなになかったよね。そうなんですよね、私はね、思ってた感じと違う方向で来ました。どんな感じだと思った？あ、分かった、ドロッドロの何か、そうそうそう、何魔法陣みたいな、あ、そうのイメージで考えたら、めっちゃ綺麗だった。見ていきましょう。うわ、美しい、うん、美しい、いや本当に何かわからないけど美しい。私何かわからないというか、まあ、何か惑星であろうというところだけで、タイトルをプラネットにしました。抽象的なやつ。そうで、まあ、水彩画っぽい感じで来たので、でニューアイテム、アクリルブロックというものを作りました。どこよ？なんやろ、置物？インテリアって呼ばれる。あ、そう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 。インテリアアイテム。ついに来ましたね。実用性とかじゃない、おしゃれか否か。おしゃれ感を重視してみました。なるほどなるほど。今まではね、服とか何やり身につけるものが多かった。これはもう、おしゃれアイテム。あ、こうなのや。そう。おー、面白い。水彩画のタッチっぽかったので、もう透けるものがいいなと思って、で、まあ、透明感あふれるものがいいなと思った結果、アクリルブロックプラス、グラス、あと、T シャツを作ったんですけど、T シャツはもう言わずのものなので、言いません。はい、最近、すずりが新しい商品を出しました。はい、それが、クリアマルチケースっていうのを出したんですよ。はい、だいたい携帯サイズぐらいの、何入れてもいいよっていう。ごまごましたもん入れ。っていうケースを作りました。はい、まあ、今後多分いろんなものが難しされていくんだろうと思うんですが、第1弾に宮古さんのこの水彩画っぽいのやっぱ合うなと思って、クリア感が合うから、もうそれにしようって思ってまして、で、せっかくクリアやし、背景もクリアでもよかったんですけど、もう紺色を背景に付け足しました。あ、これ色ついてるの？で、ケースにしました。なるほど。宮古のアイテムちょっとあれ、おしゃれアイテム。そうですね、おしゃれ目に寄ってみました。寄ってる寄ってる、いいと思う。でもどこに置きますか？玄関。おしゃれか。これはね、風呂かな。割れるぞ。いや、そんな足元とかにちょっとインテリアるやん。これはインテリアった感じの場所が行く。大丈夫、水滴がすごいけど、それが良きみたいな。そうそう。というわけで、この4つでございます。はい、ぜひチェックしてください。お願いします。